今回は鶏とカツオナッツのピリ辛炒め、奮法牛丼の作り方を紹介します。奮法は、県料理独特な調理法の一つで、唐辛子を油の中でじっくり炒めて引き出し、辛味と香ばしい香りに、甘み、酸味、塩辛味を加えた味付けが特徴の料理です。それでは作っていきましょう。材料は、鶏もも肉を 1.5 センチ角に切ったものを 120g、 ナス角切り1/2本、玉ねぎ1/4本、ピーマン1本、カツオナッツ 50g、 ニンニク生姜みじん各小さじ1、粒岩椒6粒、唐辛子3本です。鶏肉に下味をつけます。塩、胡椒、酒、味の素を少量で揉み込みます。卵を小さじ1入れ、混ぜます。片栗粉を大さじ1くらいでまぶしておきます。合わせ調味料を用意します。砂糖を大さじ1弱、塩を大さじ1、酒大さじ1、醤油を大さじ2、水大さじ1、味の素を少量、ごま油を大さじ1/2、水溶き片栗粉小さじ1を入れ、よく混ぜ合わせておく。鍋に油を入れ、かき混ぜに20度くらいに熱し、カツオナッツを入れ、揚げていきます。そのまま入れると焦げやすいので、ジャーレンを下に敷き、カツオナッツを乗せて揚げます。大体1分くらい揚げていきます。高い温度の油で揚げるとすぐに色がついてしまうので、低い温度の油でじっくりと揚げていきます。表面がカリッとしてきて色がついてきたら引き上げます。そうしたら鶏肉を油通ししていきます。箸で塊をほぐしながら、かき混ぜながら油通ししていきます。鶏肉に火が7割くらい通ったと感じたら、ナスを入れます。ナスを入れたら30秒くらいそのまま揚げていきます。20秒ぐらいしたらピーマンと玉ねぎを入れ、5秒を揚げます。そうしたら油と一緒に具材を振ります。大さじ1くらいの油を残します。
粒山椒を入れ、軽く炒めていきます。焦げないように弱火でじっくりと香りを引き出すようにして炒めます。山椒のいい香りがしてきたら、お玉ですくって取り出します。そのまま入れておいてもいいですが、食べるときに口に残るので外しておくと食べやすいです。山椒が取れたら唐辛子を入れ、また弱火でじっくりと炒めます。油に香りと辛みを移すようにして炒めます。唐辛子が茶色く色づいてきたら、ニンニク生姜を入れ炒めます。ニンニク生姜が油で弾いてきたら、油通しした具材を全部入れます。軽く炒めたら合わせ調味料を入れます。鍋を振りながら合わせ調味料を上から垂らすようにして炒め合わせます。全体に炒め合わせれば完成です。お玉に具材を入れ、皿に盛り付けます。これで鶏とカシューナッツのピリ辛炒めの出来上がりです。香ばしい香りが食欲をそそる一品です。よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いします。